たせい。JR の駅の方。そう、JR の方。あっちの方ね。JR じゃないな、あれ。京成の方かな。うん。ちょっと栄えてない側だね。どうかな。まあ行けば、うん、多分地図で見たら京成っぽかったけど。うん、月見だね。月見つぼカルビ、うん、美味しそうだけどね。月見つぼカルビ、ああそれはうまそうだね、うん、月見つぼカルビ、月見つぼカルビ、月見つぼ、なぜ早口言葉、いやちょっと言いづらいなので、つぼカルビがちょっと言いづらくて、あ、そっか、つぼカルビだったらそうでも、月見がつくとつがかぶるからないのがちょっとあかんの、月見つぼカルビ、月見つぼカルビ、そういうことにしとこうか。え、これ？あえてこれを行かせるパターンだね。ここ？まあいいか。うん、とりあえずナビコさんの言う通り。まあ、目的地はなんだっけ？さくら。ちょっと不安やだよね。うん、裏道のところはね、ちょっと住宅街だから、うん、結構道がね、そうそうそう、こういうのが秋になれば黄色くなってくるのかな、もうちょっと、あ、これイチョウだね、黄色くなるわ、今年は本当暑かったからな、うん、なんか暖冬みたいね、なんかニュースで言うには、そう、ってことは寒くなる可能性があるね、うん、なんかさ、暖冬だ暖冬だ言っても結局寒かったりさ、うん、ね、するけどね、逆に言うことも結構あるしさ、ただの予測でしょ、そうそうそう、絶対当たるっていうわけじゃないからね、まあ、心構えが違うわ、なんかまた今年も寒いのかと思うよりは、うん、でもさ、また今年も寒いんだろうなと思ってた方が、いや俺そっちの方が嫌だな、心配しちゃうんだよ俺、雪とかさ、結局去年さ、雪かきするような雪降らなかったからさ、うん、去年なんかも寒いって言ったけどさ、そうだね、はい、でも結局2月ぐらいからは寒いからね、そうそう、どっちみち寒いんだよね、うん、11月12月が思いのほかね、暖かくても、そう、だから寒いの暖かいのどうでもいいんだけどさ、もう寒いのは2月、それまでが少し暖かいかもしんないけどさ、結局寒いのには変わりない、邪魔くせえな、本当だね、ならこんな狭いとこ通るなんて、うんうん、それはもうあれね、あれが悪いよ、どう考えてやつの土地じゃないからね、まあね、うん、じゃあ普通にある道を通ってるだけだからね、そうそう、カップティーノ、うん、ほんと、もうカプチーノをカプチーノって言わないから、カプティーノって言っちゃうから今俺が飲んでるのもカプティーノ、カプティーノ、俺が飲んでるのはエスプレッソだ、全然違ったわ、間違えた、エセプレッソ、エセプレッソ、じゃあ偽物じゃん、エセだ、エセ、あるのかな今、やるんじゃないの、まだだって閉店とかって書いてなかったからね、うん、まあそうだよね、でも古そうだからね、店主とかが年取ってるといつどうなるかわかんないから、あ、ってことは開いてない可能性もあるか、でも開いてんじゃないの、開いてるかな、うん、まあ行ってみないとわかんないけど、行ってみないとわかんないけど、結果として、まあ、俺らが行くって言ってるからね、うん、そこら辺は多分普段閉めてても開けててくれる、そうだね、秋の虫
虫も鳴いてるし。本当だね。もう秋だわ。秋だよ。そうだよね。もう9月の今日何日よ。24でしょ。うん。うん、もう秋だよね。うん。もう10月になったら11、12。もうだめだ。もう終わるわ。もう俺の好きなクリスマスになってくるな。クリスマスが、もう、だって1月になった時にはもう次のクリスマスのこと考えてるでしょ ?1 月ぐらいだとね、ちょっとまだ寂しい。あ、そっか。うん、ちょっとまだ先があるじゃない。さすがに。5月ぐらい、6月ぐらい、うん。まあ、でも1月はあれだな。年末年始も好きじゃない、うん、俺、クリスマスから来る流れの。そうだね。だからそこら辺が、1月のお休みが終わった後からロスるね。しばらくロスる。そうかい。うん、寒いし。で、3月ぐらいに出てくると今度桜とかが出てくるからさ、少し持ち直すかな。まあ気分的にね。そう、気分的に。で、7月になると？7月になるとね、まあでも夏、ほら、本当ね、去年、一昨年ぐらいまで夏ダメだったのよ、めまいしちゃうから。うん、でも、去年ぐらいの夏は、わりかしめまいがそんななくてさ、うん、夏をちょっと楽しめてたから、うん、これからは夏楽しめるだろうなと思った矢先の今年がさ、うん、猛暑すぎてさ、嫌になってる。そうか。うん、めまいとかは起きてないけど。やっぱり夏は嫌か。な、ちょっと暑すぎた？まあちょっと暑いね。うん、だって休みの日に外出なかったからね。暑すぎて。いや、それは重症だわ。うん。確かに出たくなかったかな。そう、暑い。だから休みの前日にも、外出なくていいような買い物済まして帰ってた。まあ、ある意味賢いけどね。うん。ほんと、ともちゃんが来れば出かけるけど、来なかったらもう家でゲームやってたかな。うん、それはただ、正しい行動かもしれない。ほら、エアコンも壊れてんじゃない？車の。それもあるんだけど。そっか。エアコンなしきついなと思ってさ。うん、確かに夏にエアコンないときついわな。なんか混んでるね。本当はね、もしかしたら俺らが行っちゃったから。かもしんないわ。いやー、それはちょっと。うん、今、お客さんが溢れてた。溢れてた。別にね、イベントなさそうだけどね。うん、あ、そういえばさ、うん、新しいなんかイベントやってんのかね。何が？あそこ、桜城。ああ、こないだほら見たじゃん。見たけど。なんだっけあれ、陰陽師だっけ。あれ、10月何日かだっけ。あ、じゃあまだやってないね。そうだね。じゃあ今、解体っていうか、中を新しくしてる段階だろうね。まあ陰陽師か、一回見に来てもいいような内容かな。まあ俺らも陰陽師出身でやらせてもらってるからね。そうだったんだ。はい、言ったけどね。安倍の生命か、親父二人か。また安倍の生命と比べちゃうか。そうなんだ。てかね、安倍の生命しか知らない。俺も知らない。それ以外はよくわかんない。それ以外出てこないからさ。知識がなさすぎてね。もう、表面のうっすらとしたところだけを知ってるだけでね。そう。内容って感じかな。そうそう、うん。あ、やっぱり形勢だね。形勢、うん、ここだもんね。だもんね。じゃあ逆にまた、いいかもしれない。うん。メイン系じゃない駅にあるっていうのは。あれ、でもなんか変な入り方してる。なんかほんとあれじゃない？そう道にあるんじゃない？そうかもしれないね、うん。まあだから場所だけちょっと確認したら、うん。パーキングちょっと調べて。ああ、そっか、あれがないかもしれないのか、うん、パーキングが。パーキングも駅そばだからさ、そのお店のはないかもしれないけど、うん、まあそれは別にいいのよ。うん。うん、なきゃないで。線路のこっち側でしょ、場所。うん、フロン屋的には。そうそうそう。うん、線路の右というか、こっちから見ると、うん、こっち側。あれ、なんかお祭りやるんだね。あ、ほんとだ。市内通行止め。あれか。何？みこしかなんか出るやつかもしれないな。時期がちょっとあれだね。うん、
珍しい。こっち曲がるの？そうそう。こっちじゃないな。で、1階のまた中に来てる。あ、そうなんだ。だから一方通行じゃないかな。だからそう言ったのね。うん。確かにこっち側入れられるってことはね。でしょ？うん。なかなか。埼玉には埼玉しかないもの。埼玉メーカーとかいろいろあるから。確かに海に行きたいっていうのは夏だけだからね。そう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 。美味しいものもあるし。そう。ちょっと待って、今、左側ですか？左側ですか？変な細道だけ入れるのやめてほしいよね。信号じゃないの？この信号で左だね。うん、あ、でもここら辺の近くだったら、あそこの前さ、俺ら埼玉じゃねえや、埼玉たちだ。前ここら辺歩いた時に止めた駐車場があったじゃん、無料の。ああ、美術館とか行ける駐車場、ね、あそこでもいいよね、場所によっては。うん、場所によってはね、ちょっと場所。うん、やっぱりこっち行って、うん、こっち戻って、うん、その途中だね。あ、途中なのね。まあ、ちょっと見てみようか。うん、場所だけ確認ね。それか、あえてもう駐車場入れちゃって、歩いて探しに行く。空いてるかどうかっていうね。まあ、それでもいいんだけどね。まあ、でも結構距離あった。でも、どっち道あれか、駐車場がね、あるかどうかはもうわかんないけど、うん、なら1回、あるかもしれないからね。一回見といた方がいいか。そう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 。うん、さすがにちっちゃい古本屋で駅、うん、駅そばでさ、まあないだろうねっていうのは、うん、まあ、容易にね、想像はつくけども、ひょっとしたらね、一台だけ止められるとかさ、うん、桜の秋祭りだって父ちゃん、あ、それであれか、うん、13、14、15、左方向です。続いて左方向です。あとあれかな、個人系だから日曜日休みとかっていう可能性はどうかな。あ、営業日見た？見てない。見てないか。それもあるね、そういうので。あ、でもさ、駐車場どこだっけ？駐車場はまだ先だね。まだ先だ。駐車場としてあるんなら。あ、ここだわ、曲がる。うん、ここに一回入んのか。左方向です。あ、本当ね、これ一通だもんね。そうだね。さすが、さくら、ジャイアンツがついてる。あ、本当。この坂？うん、そう。ここは入ったことないね。まっすぐだね。ここはなかなか、ここは通ったことないよ。なんか人形屋さんとかあるから。そうだね。どっち？右？左？右側ね。右っぽいな。うん。一応ちょっと見ながら。こういうの、これじゃないよね。いや、これじゃないよ。もう完全潰れてあれだもんね。パーキングはあるね。パーキングあるね。あ、この辺だ、この辺だ。この辺ね。右側、右。目的地は右側です。お疲れ様でした。あれ？ないね。あれ？でも、今のところらへん。うん、そう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 。今、ないよね。なかったね。右はなかったな。もう一回りするかい？うん。今のところ道はここでいいのね。そう。もう一本の中とかじゃないと。ちょっと、あそこのパーキング入れて歩いてみる？うん、あ、それでもいいよ。ね。パルプンテがあったとこでしょ、あれ。うん。パルプンテってなんだっけ？パルプンテだっけ？ラーメン屋。パルプンテあっちじゃないの？え？朝日の方じゃないの？朝日の方か。うん。じゃあこれなんだっけ？ここにあったの。ラーメン屋。わかんない。外したな。ここになんかあった？行った？いや、全然行ってない、行ってないの。うん。メガネだっけ、なんか変、そんな自分の名前のやつでしょ。全然覚えてない。まあ、とりあえず駐車場に止めようか。うん、埼玉の話をした気がするな。ああ、大丈夫？そう、埼玉を褒めちぎった気がするな。なぜ褒めたんだよ。埼玉はでもさ、ハードオフがいっぱいあるからね。それだけでも勝ちよ。そうだね、勝ち格。うん、ってことは千葉負けた。千葉負けだね。そっか。うん。だって、3倍か4倍ぐらいあるもんね。3倍ないか。千葉何件だ？ 50 か。うん、そうじゃあ倍ぐらいか。倍ぐらいだね。うん、
だ、茨城と間違えた。茨城10いくつぐらいしかないけどね、うん、なんか全部ディスってるように聞こえだった気のせいかな。いや気のせいじゃない。茨城はでももう少し欲しいね。そうだね、あと2倍か3倍ぐらい欲しいね、うん、茨城は。さっきの駐車場空いてるかな。でも、うん、まあここら辺でも空いてれば、うん、ね、距離があればあるほどそこまでを探せるかね。こういう子は1日400円だとどうなのかな。ちょっとだから、ね、前払いだから400円だね、うん、だとしたらちょっとぐらいだったらパーキングってあそこしかないよね、パーキングね。うん、でもあそこの後だもんね、向こう側だもんね。うん、そうそうそう。ここはどう。あ、でも60分200円。あ、空いてるね。うん、止めちゃおうか。うん、止めちゃおう。スーパーがあんのこれ。スーパーっぽくない？スーパーっぽいね、うん、スーパーっぽいよね。すごいな。オッケー、オッケー。じゃあ行きますね。さて、古本屋を探しに来たんだけど、車だと見つからなかったから、ちょっとね、歩きでそのまま探していきます。確かこの辺なんだよね。うん、あった、ありました。あ、なんか買ってきた。買ってきたで、うん、いいのがあった。うん、あのね、昭和の、うん、写真集みたいな、写真、うん、昭和さっき言ってたやつ。そう、写真で捉えたみたいな書いてあったやつで、うん、写真だけなんだけど、良さそうだった。うん、うちの子供にね、見せるのもちょうどいいかなと思って、うん、昭和時代のね、写真ってね、なかなか見る機会ないから。そうそうそう、500円だったからさ、うん、まあいいかなと思って。500円からね。うん、さーて、どうしますか。どうしますか。